ちは、宮本です。今日は別府温泉八湯の紹介をしますね。それぞれの温泉の泉質や効能、温泉の歴史などをご紹介します。1. 浜脇温泉。かつて砂浜から湧き出していた。単純泉など疲労回復、健康増進、不眠症等。別府八湯の中でも神奈川と並び別府温泉発祥の地とされている。かつては海岸沿いに温泉が自然湧出していた。2. 別府温泉。炭酸水素塩泉、単純泉など。切り傷、冷え症、皮膚の乾燥、糖尿病、痛風、不眠症など。別府駅周辺にある温泉商店や飲食店が連なり繁華街を形成している。宿泊施設は戦前の面影を残す旅館街、海を眺望できるホテル街、バックパッカー向けのゲストハウス、ビジネス客向けのホテルなど多岐にわたる。共同温泉も多く観光客も利用できるところが多い。 3. 寛解寺温泉。塩化物泉、単純泉など。切り傷、冷え症、皮膚の乾燥、便秘、不眠症など。扇状地の高台にあるため眺望は随一で別府湾が一望できる。歴史ある湯治場だったが、戦後はリゾートプレジャー化が進み、大型ホテルや施設の整ったホテルが立ち並んだ。地熱の利用も盛んで、発電利用しているホテルもある。4. 堀田温泉。硫黄泉、酸性泉など。皮膚炎、湿疹、糖尿病、切り傷、冷え症、皮膚の乾燥など。かつては別府と湯布院、北への交通の要としてにぎわっていた。今も高速道路のインターチェンジがあり、車で来た時の別府の玄関口になる。湯量が豊富で泉質も良く、別府市内の至る所に温泉を配給している。 5. 柴関温泉。硫黄塩素、酸性泉など。皮膚炎、湿疹、糖尿病、切り傷、冷え症、川肌の乾燥など。芝石川上流にある静かな温泉で保養向け。かつて宿泊施設があったが、今は市営の共同浴場のみ。川沿いに昔あった滝の湯と蒸し湯の跡があり、下流には地の池地獄と竜巻地獄がある。 6. 神奈川温泉。塩化物泉など。切り傷、冷え症、皮膚の乾燥、便秘など。地獄巡りの多くが神奈川エリアに存在し、また温泉街の至るところに高温の温泉が湧出している。そのため別府のイメージの一つである。湯煙の写真が多く撮影されている。昔ながらの温泉街には小さな旅館や鹿島、共同浴場があり、地獄蒸しも味わえる。 7. 明晩温泉。酸化泉、硫黄泉など。皮膚炎、湿疹、糖尿病、高コレステロール、血症など。昔は明晩の産地だったが、現在はわらぶき屋根の湯の花小屋で湯の花が採取されている。全国でも珍しい泥湯が体験できる施設がある。別府八湯の中で一番標高が高いところにある。 8. 亀川温泉。塩化物泉など。切り傷、冷え症、皮膚の乾燥、便秘など。古くから湯治場として開けた温泉で、閑静な住宅街の中に旅客や共同浴場が点在している。今回は別府温泉のご案内でした。街中交流館には別府の詳しいパンフレットがあります。ぜひお越しくださいね。